皆さんこんにちは、トーキーです。今回はウエストバージニア州、そこにある小さな村ポイントプリザントにまつわるお話をしてみたいと思います。ここに昔インディアンと呼ばれた部族の酋長が残した呪いがあると言われてるんですね。インディアンというのは、様々な故障に、変化をしてきました。なぜならコロンブスがアメリカ大陸を発見したと言われてますけれども、コロンブスは最初その大陸をインドだと勘違いしたんですね。そこで先住民族を見てインディアンと名付けたんです。つまりインドの人々だと思い込んでたんですね。それでインディアンという呼び方はなくなりました。その後はネイティブアメリカンが根強く残っています。ネイティブアメリカンといえばアメリカに昔から住んでいる先住民族のこと、それを指して言っております。で、最近になるとですね、インディジナスピーポーという呼び方が増えてきています。インディジナスピーポーっていうのも、ネイティブと同じ意味で、先住民族の意味を持ちます。今回はその先住民族の方々をネイティブアメリカンと統一して呼びたいと思います。ではこのウェストバージニア州にある小さな村ポイントプリーザントに残された呪い、これについて語ってみたいと思います。ウェストバージニア州はこの地図で赤くなっている部分です。先住民族が豊かな文化を築き生活してた時に白人がどんどん乗り込んできました。そこで各地で、アメリカ大陸の各地で激しい衝突が行われました。このポイントプリーザントも衝突した土地の一つです。この村に行くと入り口に不思議な像が建立されています。この像です。ちょっと不気味なんですけどモスマンと呼ばれています。このエリアで繰り返し目撃されていると言われてまして、ある時は鳥ぐらいの大きさで飛んでいるっていうんですね。モスっていうのはガのことです。それでも人々はこの由来とかがよく分かってなくて、ただ町の中心地に、入り口の方にこの像が立っている、不思議なんですよね。このポイントプリーザント村はオハイオリバーという大きな川に沿って村がありますけれども、このオハイオリバーっていうのは6つの州にまたがってます。ペンシルバニア、オハイオ、ウェストバージニア、ケンタッキー、インディアナ、イリノイ、この6つの州にまたがっています。さらにネイティブアメリカンは昔1000万人以上住んでいたと言われています。ところが現在ネイティブアメリカンの居留地に住んでいる人数は4万人ほどだと言われています。もちろん中にはその居留地を離れて白人文化に溶け込んで住んでいる人も多くいますので、実際にネイティブアメリカンの血を受け継ぐ人はもっと多いと思います。1770年代、このポイントプリーザント村でインディアンの部族と白人の部隊が衝突しました。その時ネイティブアメリカンはたくさんの部族に分かれていました。で、その部族一つ一つを一つの国家とみなしていたんですね。そして一つの部族が全てを仕切るということはなく、ネイティブアメリカンの教えとして全てのものはみんなで分け合って持つものだとされていたんです。白人の考え方である戦争をして勝った方が負けた者の土地を奪う、そういう考え方はネイティブアメリカンの中にはありませんでした。で、そこにいたですね、このポイントプリーザント村のあたりにいた7つのネイティブアメリカンの部族が集結したんです。そして、当時なんですがインディアン同盟と呼ばれたものを作りました。同盟ですね。で、その7つのネイティブアメリカンの部族の名前はシャウニー族、デラウェア族、ワイアンドット族、ミンゴ族、マイアミ族、オタワ族、イリノイ族。この7つの部族が一つの大きな同盟を組み白人に向かって戦っていったんですね。この名前でわかるように今日に残るアメリカの土地の名前、多くはインディアンから、ネイティブアメリカンから受け継いだものが多いです。1777年11月7日、シャウニー族の酋長キー・タウガーこと
コーンスタークは同じくデラウェア族という部族の酋長レッドフォーク赤い鷹と共に白人のリーダーの方に向かっていきました。まあ、彼ら2人は戦争を望んでいませんでした。まあ、しかしそれはシャウニー族とデラウェア族にいたその酋長の考えということだけで、残り5つの部族はこれに従っていません。さらにネイティブアメリカンの酋長というのはリーダーではありません。調停役であり、部族内での揉め事などがあった場合に、まあ、それを、まあ、仲介する調停することはあっても、それがリーダーではないので、すなわち酋長がその主張をしても、それは部族全体を代表する考えということはなかったんですね。そして白人はそれを知りませんでした。白人側は、まあ、7つの部族のうち2つの部族の酋長が戦争は望んでいないということを言ってきたのだから、まあ、これ以上無用な戦いはなくなるだろうと、まあ、楽観的に考えたんですね。そしてですね、酋長たちを、まあ、人質に取りました。それでも丁重にお迎えして、温かい部屋とたくさんのご馳走でもてなしていたそうです。まあ、大事な大事な人質ということですよね。まあ、向こうはネイティブアメリカンは7つの部族が大きな同盟を組んでいて、そのうちの2つがこうやって白人側に、来てくれた、そういう意味もあって、まあ、もてなしてたんですね。その2日後にこのコーンスタークの息子もやってきて、一緒に人質になりました。ところがその翌日、1777年11月10日2人のアメリカ人、まあ、白人が狩りをしていたところ、そこに待ち伏せていたネイティブアメリカンに殺されてしまったんです。一人は命からがら逃げることができたんですが、一人は捕まってしまって殺されてしまいました。このことで白人側に怒りが走ったんです。そして白人側の若者は上の者の言うことを聞かず、それを振り切って人質になっていたそのコーンスタークとレッドフォーク赤い鷹の部屋に向かっていって、まあ、2人を殺してしまったんです。さらに息子も殺されました。まあ、コーンスタークの息子ですね。で、そのコーンスタークはですね、偉大な酋長と呼ばれてたので、まあ、その時もすごいオーラを放ってたそうです。白人が銃を向けて撃ってきた時に、そこに仁王立ちになって睨んできたと。白人は一瞬ひるんだんだけれども、それでも撃ちました。そしてコーンスタークは床に倒れる前に8発の銃弾を受けて死んだと言われてます。その時もですね、8発もの銃弾を受けたにもかかわらず、最後の力を振り絞って呪いの言葉を残したんです。その時の言葉が、まあ、日本語に訳しますとこうですね、我々はあなたたちの友人としてここに来た、我々は我々の土地を守りたいだけだ、私のそばで私の息子を殺した、お前たちがこの地に住み着く時、我々が流した血の跡がこの地に呪いをかけるだろう。この言葉通り、さまざまな事故や災害が起きていると言われています。それを少し紹介してみたいと思います。最初は1907年12月6日金曜日、そこの近くに鉱山がありました。そこではその当時ですね、367名ほどの人が働いていたと言います。さらに鉱山ですので、小さな、まあ、細いトンネルを地中深く掘ってるんですね。そこに入りやすいということで、子供もいっぱい働いてたみたいです。そして朝10時28分突然の大爆発が起き、その中に働いていたほとんどの人が一瞬で死んだと言われています。これはアメリカ史上でも、まあ、最悪に入る鉱山の事故で、まあ、歴史に残る最悪の事故として記録されています。次に1967年、この町にシルバーブリッジという大きな橋があったんですが、これがいきなり壊れました。ちょうど忙しい時間帯でたくさんの車が行き交ってたそうなんですね。この橋の倒壊によって一瞬で46名が死亡しました。翌年1968年、ピードモントエアライン
まあ、飛行機なんですけれども、この8月にクラッシュ、墜落して37名乗っていましたが、そのうちの35名が亡くなりました。さらに2年後、1970年11月14日、今度はサザンエアウェイという飛行機がクラッシュ、墜落し75名が亡くなりました。それから1976年、このポイントプリーザント村にある刑務所が大爆発を起こしました。そこに服役していた女性の旦那さんがですね、このスーツケースにたくさんの爆弾を詰めてやってきて殺すと言って、まあ、もちろんこの夫婦は死んでしまったんですけども、そこにいた警官なども一緒になって巻き込まれて亡くなっています。さらに2年後、1978年1月、今度は列車が脱線し、で列車に乗っていたその有害物質が流れ出して、このポイントプリーザント村の水、井戸を汚染してしまったんです。それから井戸はもう使われていません。さらに同じ1978年、今度はこのポイントプリーザント村にある発電所で働いていた51人の男性が一瞬で亡くなりました。足場が崩れて死んでしまったと言われています。まあ、この他にも巨大な竜巻で一瞬にして150名もの命が奪われたこともありました。さらに大きな大洪水が起きて村全体を飲み込んだこともありますし、大きな火災で村の家のほぼ半数近くを燃やし尽くしたこともあります。人々によると、1913年と1937年にこの村は存続の危機を迎えていたそうです。ほぼ人々も逃げ出していたということですね。まあ、それでこの村はコーンスタークの呪いがかけられているとして、まあ、知る人ぞ知る村となっているんです。まあ、いかがでしたでしょうか。今回はウェストバージニア州にあるポイントプリーザント村についてお話ししてみました。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。